はい、皆さんこんにちは、華道家の宮本理丈です。はい、また髪色が変わりました。そうなんですよね、人生最大にチャラギというか、すいません、お見苦しいようだったらバッド評価を違うかコメントをお願いできればと思います。じゃあ早速レッスンしていきたいと思います。今日はひまわり、はい、ひまわり実はですね、僕あんま好きじゃないですよね。これ可愛いですけど、ね、可愛いんだけど、なんつうのかな、生け花に向いてないっていう感じ。まあ僕の生ける生け花にというか、ちょっと使いづらいですよね、実はね。なんで使いづらいかっていうのをちょっと今説明したいと思いますね。お花の形の話ですけど、3パターンぐらい、こういうお花、お皿型みたいな、茎との関係は上を向いてる、横から見た図で描きますね。もう一つこう、まあボールっぽいお花、まあこういうお花ありますよね。それこそピンポン菊とかそういうやつ、まあもう一パターンぐらいあるか、ちょっとこうバラみたいなお花。お花の形でいうとこの3つなんですけど、これとこれで茎が曲がってる曲がってないがあるってことね。これのこうなるお花、まさにこれひまわり、木が立ってから前に出るよね。前から見るとこうなんだけど、こういう形、まあ、若干こういうお花も斜めになったりするんだけど、こう真横に生えてるバラって見たことないよね。わかるこれないよね、これはね、重いしね、ないこれはない。まあ、これぐらい、まあ、ちょっと斜めぐらいあるけど、まあまっすぐとは言わないけどね。これってでもあるんですよ、ひまわりって。ひまわりとかね、あと ガーベラとか、わかる？ひまわりでこのパターンもあるんです、ちょっと上向いてるやつ。でもなんかこういうのが多くて困る。困るっていうのはなんで困るかっていうと、ちょっと次行きますよ。いけばなをこう横から見た時の図ってたまに書いてますけど、こう花器があって、まあこっちから人が見てるとしますよね。まあ芯とか流しがありますよとかってやってますけど、お花の向きこんな感じでいつも入れてると思うんですよ、2つぐらい。これが今丸で描きましたけど、どうなるかっていうと、さっきのひまわりを入れるとこうなってこうなるってことだよね。だから真下を向くぐらいな感じになってしまう。もしくは反対にやるとどうなるかっていうと、こっちは裏が見えちゃうと。だからこのお花前に飛び出そうとすると下を向いてしまう、前後をつけづらい。横から見た時想像する してここの高さにお花欲しいなってなったら、こうなってしまうのね、2つのお花が。だからこれがいわゆる平べったい状態、横から見た時になってしまうので、すごい難しいというか、立体感のない作品になってしまうので、あまり好きじゃないっていうのはそういう意味ですね。だから僕がいつも生けてるような生け花にはあんまりそぐわない花材なんですね。まあ、じゃあなんでどうするかっていうことなんですけど、それをこれからやってみたいと思います。じゃあちょっとやってみたいと思います。まあ一つはもう平べったい作品を作るってことですよね。それがまあ自然な感じだから、まあ悪いこともないね。だからいつもの生け花にはならない、平べったいでしょ、わかる？横からだとただお花が並んでるだけ、ちょっとこうテクニックを感じないというかまあなんかこう絵を描いてるみたいな感じなんだよね、平面的に見えちゃう。まあ、だからこういう時は他のもので前後つけるっていうことですね。前、これ輪動ですけど、こういうのもうガンガンこっちは前にやると、前と後ろをつけてあげると、まあそうするとちょっと横からいきますか。まあこの青いお花ね、これがまあ前と後ろ来ましたよね。まあこれちょっとはまあマシかなみたいなのはあります。まあただちょっと今日はではなくてやってみたいと思います。一つはやっぱりこの首を直すというか、立てていく、
でこれ溜めることはできないので、このちょっと太めのワイヤーを使います。額っていうのかなの大きさぐらいにまずこのワイヤーを、丸く作るのね。これぐらいこういうなんか輪っかを作る、こう作る、でこういう要はこの形を作る。要はさっきの話だとこうなっちゃってるんだよね、お花がね。それをまあこうしたいっていうからこういうのを作る。でこれをまあ当ててみると、でちょっとこう葉っぱかわせるといいですね。これでちょっと上に押し当てながら茎にちょっと巻いて、ちょっと大きかったかな、押し当てるとこう伸びてるの分かる、このひまわり自体が浮いたでしょもうこれ強制的に上を向かせるって。ちょっと大きかったからちょっと目立っちゃうかもしれないけど、まあこうなったと。さっきこうだったのを上向きにしたということですね。もう一つもやりましょうか。まあできるだけちょっとわからないようにはやりたいんですけど、ワイヤーってなんかこうなんつうの、太さによってこう番号が書いてあって、これは今日は18番っていう、で番号が少なくなっていくと太くなってくるね。18より16の方が太いんだけど、ちょっと18だと太いかな、20ぐらいがいいかなって感じしますね。このひまわりだと。これに行きましょう。ちょっとここら辺端折っちゃってもいいけど、まあ、ちょっと色だいたい緑と茶色が多い、あのお花用のはね、枝にやるか、まあ、茎にやるかだから。で色がついてない場合、いわゆる鉄の色シルバーのもあるけど、それはテープを巻いたりしてね、色つけたり、ね、これも上向きましたね。ちょっと細いの分かる、さっきより。これ22番、意外と地道なねことするでしょ。見た瞬間ね、これちょっと平べったいなみたいなのが分かってくるよね。ね、まっすぐ行ったよね。で、いけていきたいと思います。こうなるとこう前に倒してもひまわりの顔出ますよね。まあ、こうなってると。さっきはもう前、これさっきの状態だと下向いちゃう状態、もしくは上を向きすぎちゃう状態になってたんだけど、まあ改善されたということですね。後ろからいけてますけどね。せっかくだから3つぐらいいきますか。よしよし。こんぐらいやっぱこう前後つくと、らしいよねっていう感じで僕は思います。でちょっと枝を合わしますけど、いわゆる立体系とかってこう上に来ますよね。上にあんまなんかひまわりの場合来ない方がいいかなと思います。お花より上にね、まあ絶対じゃないけど、なんかひまわりが一番上に来てる方がなんからしい。ひまわりってなんかだだっ広いところに生えてるイメージでしょ、一番上に。上には何もない、上には空しかないみたいなのがなんからしさだと思うので、ひまわりらしさっぽいのを作ってあげた方がいいかなって思ってます。だからまあ横に伸ばす感じで合わせていく。これはソケっていう、これで長いのが入るといけばならしくなりますよね。これも傾けましたけど、で間にさっきのリンドウを入れていきましょう。黄色と青は、まあ、反対色とかっていうのかな、合いますよね。うん、
あのお互い入るというかね、これもまあ前後つきますよね。いいっすね。牡蠣もガラスの牡蠣で涼しげかなと思って選んでみました。ちょっとあと恒例のねじめ一応だからこう横から今見ると前真ん中後ろみたいないわゆる前後があるよね、そのこの3つの中でもっていうことですね。これはナルコランっていう、爽やかでしょう。閉まります。ここね、いいっすね。せっかくだからちょっとこっちから行けていいですか。ああ、ね、よいしょ。あ、そう？浅くていい。浅…さっきのこれ選ぶポイントとかあるんですか？どっから入るかなんだよね。牡蠣から入る場合もあるわけ。あの、生け花をするときにこの牡蠣いけるからこの花材を使おうっていうアプローチもあるし、お花を先に決めてお花に合う牡蠣を決めようっていう場合もあるし、あとは形ね。今日はじゃあ森花の何々系を作ろうってなるとこの形がこの牡蠣がいいとかこのお花がいいよねとか、最終的にまあ完成形はあるとしても何を優先で決めるかってのはその時々、あとはね場所っていうこともあるわけ。場所とかそれこそ季節時期だから冬場にこれガラスの使うとちょっと寒いよねとか、あのそんな感じ。なんか全部のこうやっぱりトータルのバランスだから、そういう意味では今日は、この牡蠣を選んだのは今これ夏だし涼しげな感じ、あと黄色いお花、あと合わせるのが青いお花でちょっとピンクというか赤みがかったガラスの涼しげなのは合うんじゃないかなと思って、だから今日はお花から決めました。お花に合う牡蠣は何かなっていうのでこの牡蠣を選んでみましたっていうことですね。でこれ形としては、森花の斜めに伸びるのが長い形ね、斜体形っていう形です。で本来は芯っていうのが来るんだけど、こういうガーンって上に来る枝もあるんだけど、まあ、ひまわりをさっき言ってた特性を生かしてなしにしてみました。はい、お疲れ様でした。今日はひまわりですね。嫌いじゃないんだよね、あの生けづらいっていう、だから、まあ、難しいというかいうのでちょっとあまり使わなかったりしますけど、元気出る感じしますよね。ひまわり見ると有名なお花だし、なんかこう明るくなる、あのいいお花かなと思います。ガッと上向きましたけど、逆にまあこれらしさなくなるっていう、ね、見方もありますけど、まあ生け花っぽく見せるのはこの方がいいかなって思って今日はあのご紹介をさせていただきました。あの牡蠣も含めて、ね、ちょっと元気に皆さんもなっていただければ嬉しいなと思います。はい、ありがとうございました。